皆さんどうもこんにちは、ワンディアンのゆうぽんです。はい、今回はですね、バングッドを紹介していきたいと思います。今回のバングッドはすごく驚きです。何が驚きかというとね、今までにない感じのスクイーズがとても多いです。では早速紹介していきたいと思います。まず1点目、こちらの、はい、こちらのタヌキ、タヌキ、アライグマ分からないんですけど、なんかまあタヌキみたいな感じのスクイーズです。こちらは1474円になります。こんな感じです。めっちゃ大きい。わー、何これ、マカロン。うわー、かわいい。で、このここのピンクのバージョンが黄色のバージョンもあります。めっちゃ低反発。あ、匂い、いい匂い、なんかイチゴの匂いする。これマカロンなのかな、なんだろう。じわじわと戻っていく感じがいい。はい、続いてね、ほんと UFO がすごく前々から欲しかったものになります。こちらがこれ、リンゴ、アープルのリンゴでね、これ1000円ぐらいすると思うでしょ。実はこれ851円になります。あっ、1020円から851円になってる、値下げ。ではね、紹介していきます。こんな感じです。アーポー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 。うわ、すごい、この網の部分いい香りする、本当に。え、待って、これ風をこうやるとさ、すごいメテリングの匂いする。バングッドって結構全部低反発ですよね。もうユーポン大好き、低反発。ほら、はい、続いては玉ねぎのウサギです。これウサギかなとか思ったんですけど、パッケージを見たら玉ねぎウサギと書いてあります。種類が2種類あって、黄色とこの紫バージョン。1122円から906円になってます。では紹介していきます。こんな感じでめっちゃ可愛い。ほら、ここに玉ねぎウサギって書いてある。じゃあ気になる匂いは、なんかね、クレヨンの匂いする、あのいい匂いのクレヨン、なんかお風呂で描くクレヨン。めっちゃ気持ちいい。これね、しっとりしてる。ほら、耳、あ、耳気持ちいい。はい、では続いてはユーポがすごく驚いたものになります。結構でかかった。そちらがローズケーキです。なんか真ん中にローズがあります。バラですね。2種類あって、この水色のところがピンクで、バラのところが赤です。お値段が1247円になります。では紹介していきます。結構ね、ちょっとシールで隠れちゃってるんですけど、ローズケーキと書いてあります。可愛いよね、なんか、あ、なんかね、匂いがすごい甘い感じの匂いする。すごいね、なんかここのさ、素材、なんかザ・ケーキって感じ、触り心地も。スポンジケーキ。うわ、なんかね、しっとり系じゃなくてふわふわ系、ふわふわ系の低反発です。あ、裏はしっとり、低反発枕みたいなんだ。はい、続いてリュポンが大好きなハンバーガー紹介していきたいと思います。はい、こちらのハンバーガーのスクイーズです。結構ね、箱、スクイーズの箱ってないじゃないですか。すごく可愛くて驚きました。こちらのお値段2030円になります。こんな感じでめっちゃ可愛い。これがスクイーズ。では開けていきます。
めっちゃいい匂い。なんか別にハンバーガーの匂いとかしないんですけど、なんかパンケーキの匂いがします。なんだろうこれ。シャンプー？うわ、いい匂い。甘い香りがすごい。すっごい低反発。ほら。すごくない？なんかね、匂いがいい。はい、続いては赤ちゃんの靴を紹介していきたいと思います。なんてね、赤ちゃんの靴がね、スクイーズになってるんですよ。なんかね、めっちゃ可愛かった。ほんと可愛い。新しい。届いた時にすっごいびっくりした。こちらが、これ、こちらのキービルさんの方で出してる赤ちゃんのお靴。すごい出てきて可愛いんですよ。で、お値段が1461円になります。これ2種類ある。じゃあ2種類あります。ピンクと青バージョンがあります。ほらほら、あ、子供たち子供たちいっぱい。これなんか赤ちゃんの靴を買ったみたいな気分。え、かわいい、かわいい。これあ、なんか赤ちゃんの匂いするなんかミルクの匂いしない？足臭くない？この子の足めっちゃいい匂い。ほら、わかるかな、このボコボコ、なんか大仏さんの頭みたいな。ほら、これボツボツ感、大仏さんじゃないですか、これ。それで、お靴触っていきたいと思います。赤ちゃん。めっちゃ気持ちいい。あ、平ら。ほら。めっちゃ気持ちいいよ。しっとり。はい、ということで、今回はこんな感じで乗りたいと思います。ほんとね、今回は全部可愛い。本当に、ね、靴とかすごい驚いたし、このリンゴのクオリティも驚いたし、可愛さも驚いたし、匂い驚いたし、もうとにかく全部驚きました。この中で気になったスクイーズ、欲しくなったスクイーズがありましたら、概要欄の方にリンク載せておくので、そちらから購入してみてください。ではよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、ライライブ、ビッグチャンネルの方もフォローよろぽんです。では、おつぽん。大仏さん。